ダブルスプリットについてどう思いますか？ダブルスプリットはね、俺は個人的な俺の体験、もちろんやったことあるよ。強度の高いトレーニングでダブルスプリットやると、やっぱりすぐオーバーワークになるので、期間限定とかだったらいいと思うんだけども、俺は1日1回集中してやるので十分だと思うけれども、ダブルスプリットをやってみて効果があるという、まあ期間限定だよね。であれば俺はダブルスプリットもできる人あればいいと思うけど、必ずやらなければいけないというものじゃない。